ガンダム実写化更新のみでいくガンダム00 2期10話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタンチャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではいきましょう、レッツゴー。14年前ユニオン寮国際大学読ませてもらったよ君の卒業論文。カッコ無人機戦闘における戦術理論と予想被害規模。俺はタコ、やっぱり卒業後は戦術予報士の道を目指すのかい。テレ、俺もテレ。そのつもりです。あなたは、僕はカレッジに残ってエイフマン教授とモビルスーツの研究を続けるよ。エイフマン好きやね。しかし君はすごいな。なんたって若干17歳でここを卒業するんだから。すげえな。私なんてまだまだ天才か。 S カティの足元にも及ばない。スメラギの S。 戦術予報の天才。うわ、次々に発表した戦術で7つもの紛争に勝利し、おー、英雄から左官待遇でスカウトされてるっていう。あ、そんな感じなんだ。私の目標です。戦争が止められない。マネキンさんやろ。戦術で早期解決を図る。被害を最小限に抑え。うわー、素敵、素敵。カティのような戦術予報士に、うん、私はなりたいんです。で、キムさん、君なら。いや、せっかくいい関係なのにここも卒業したら会えなくなる、ね、悲しい。寂しくなるな。寂しいよ。5つも年下の小娘に言うセリフじゃないと思いますけど。大人だな。デレッ。リーサ、卒論を読ませてもらった。どっちが上かわからんわ。見事な出来栄え、ね、出た。ありがとうカティ。出た。次にあなたと会うのは戦場かしら。できれば敵同士になりたくはないわね。え、伏線じゃねえかよ。伏線だよ。敵同士だよ。どうしてあなたがアロフツに。バジルールさんたちと同じ状況やないかい。うわー、そして今のこの音、シューっていうのと今のオープニングの入りのね、あの音がちょっと似ててね、おーってなりました。何の話やねんっていうね、あるんだよそういう音はみ、音はみじゃないんだけど、そういうの好きなんだよ。さあ始まっていく天の光。おー、何を指すんだろうかな。気になる。もう怖いんだよガンダム00。俺は怖いんだよ。救いがあるようでないんだよ。ツイルの動きはどうか。今のところ変化はありませんが、いずれ何らかの動きがあるかと。中東再編成計画に反対するツイールの国力は侮れん。ツイールが行動を起こせば他の国々も追随することは必至だ。それを阻止すべく、うん、連邦政府は独立治安維持部隊の派遣を決定した。戦いの予感。ツイールの国境線に連邦軍が部隊を駐留させた。ツイールに対する牽制と見ていいだろう、うん、あの国王なら連邦とことを構えるのも辞さないだろうな。いかに世界随一の情報産業を抱えていても、中東全土の通信網が封鎖状態じゃ情報を武器にはできん。確かにな、やられたもんな。中東の現状は連邦の情報操作で今まで以上に世界には届かない。確かに。ツイールの軍事力は詳しくは分からないが、やりたい放題だ。中東一の軍備を有しているらしい。連邦設立前からレアメタルと情報で中東一豊かな国だからな。すごいね。それでも連邦の軍事力にかなうわけがないわ。確かにそうだ。いかにツイールといえど、この4年で連邦を超える新兵器の開発などできるわけがない。伏線か。我々が部隊を動かしても焼け石に水だ。一つだけ方法があるわ。シンプルに無理って話だろうけどね。スイールの持っている情報、中東で行われている連邦の悪性を私たちカタロンのネットワークを通じて世界に流すのよ。世論の反対を受ければ連邦も迂闊に中東に手出しできないわ。なるほど、うん、となるとスイールと対話する必要があるな。池田、オーシスとの接触は図れるか。報道時代の仲間を通じてならなんとか。頼む、中東の、いや世界のために。おー、分かった。すごいことになりそうやな。世論ね。最近世論っていうところで、今までだったらなんか世論を気にしてっていうのはよくありましたけど、最近は世論をあまり気にしない風潮がありますね。僕すごい驚いてるところで、なんかまあこれはあくまで僕がね、あのブラジルにいながらずっと日本の事情を見てるからこそなんですけども、なんかぶっ叩かれても大丈夫っていうね流れに結構なりがちというか、叩かれたところでみたいな、なんか支持率もね、なんか新聞の方々と一緒に飯を行けば維持できるできないとかっていうところもね、あの思わせるようなところもあったりするんで、なんか何があっても支持率って下がらんよねみたいな、下がったところで所詮はネットでなんか言ってるだけでしょみたいなさ、なんか結構ね、あのやったもん勝ちみたいな状況になってきてるんで、世論の力は舐めちゃいかんけどもね、特になんかその世論の声からの行動に至ってないがゆえの好き放題するムーブになってきたなっていうのは思ったりしてね、なんか大変だなって思うんですけどもね、ここからどうなっていくのかっていうのはちょっとね、あの余談交じりにちょっと思いましたけど、皆さんはどうなると思いますか。何が何が肉食べて肉肉食べて。マゾリスタの状況は、国民たちはどうなって、はい、暫定政権樹立の発表以降目立った報道はされてないわ。おいおい、連邦の都合のいいように情報統制されてるのよ。マザリスタンの様子を見に行きたくても、国境線は連邦軍によって封鎖状態。お手上げね。何もできねえな。マリナ、マザリスタンを再建するには連邦を倒すしかないわ。きつ
戦うのよ。王女であるあなたにはそうする義務がある。さらっときつい。戦いは戦いを呼ぶわ。力でアザディスタンを取り戻して、それでみんなが幸せになれると思う。泣き寝入りしろというの？そういうことですね。私たちは故郷を奪われたのよ。シーリー、はい、私は現実問題やね、これは。いいわ、あなたはそうやって何もしないでいればいい。私は戦う。そうしないと国は取り戻せないから。まあね、今は結構パワープレイが当たり前になってきてるからな。切どうしたものか。今ならわかるわ。故郷をクルジスを失ったあなたの気持ちが、自分の足元が消えてなくなるようなこの喪失感。こんな気持ちになってもなぜあなたは戦うことができるの？だからこそっていう考え方もできるけどな。観測班からの報告によると、ソレスタルビーイングのスペースシップはラグランジュ3に向かった降参が大きい。凛と少佐は匿名があるため、ガンダム追撃の指揮は機関に任せる。お補充兵も手配した。さすがジェジャン中佐の敵討ち期待する。近づく戦い。九条、どう？あの作戦か。あの事件が彼女の中でしこりとなって残り、それゆえに戦争根絶を掲げるソレスタルビーイングの理念に傾倒したというのか。バカな、そんなものは愚かな無双に過ぎ、世界から紛争がなくなるわけがない。だからこそ夢物語、ね、戦いの長期化を防ぐため私たちは戦術予報士になったのではなかったのか。はいはいはい、大佐、お食事をお持ちしました。勝手に入るな。あっ、あ、うわ、投げたな。待て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 、落ちました。勝手に入るの。マジで草。ブリングに攻撃命令が降りた。どう出るかな。それ情報共有。かっこよ。なんだろうな、ガンダムって本当かっこいいよな、シンプルに。核センサーオールブル、粒子供給規定値を確認。アザディスタン、私の国が。マリナ。悲しいな。サーシス、何も変わっていない。そして俺は何も。Eセンサーに反応、接近する機影があります。無情なり。敵、アローズか。来る。これはどうしたんだい、マリー。うわー、ルイス。マリー、来る。ルルルルイス、ビットン。何かが。違う、ソウさんじゃない。何か。君が知ってる人や。敵の機体の速度は78キロセカンドです。何なのそのスピード。おお、違う。敵は一機だけだと。え、ってことはセラビーは周囲中です。サーシス、ガンダム緊急発進、敵の撃破。サーシス、ダブルを先行する。よっぽどサーシスやんな。ありえねえぞサーシス。こういうこと言うから壊れるんだよ。ありえねえぞサーシス。疑似対応の搭載型。あれあれあれ、何これ。ホワッツマイケル、誰？やはりアローズ。アローズ、え、起動せ、また新型が。誰？ルイス単独、こんにちは。あれは GN フィールド。あら、ポーニフィールドを使う機体が。あら、あー、理解理解理解、はい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 、理解理解、全然それでも何でもねえわ。あー、リボンズ側や、レッドリボンズン側だ。おーおー、トランダムが使えれば。やば、いや強すぎじゃね。あの新型ダブルを圧倒して。ダブルを圧倒するってあっちゃダメだろ。なんだ、消えた、逃げた、やり逃げ。撤退していきます。わお、あっけないな。あっけないな。ガンダム収容後、おかしいね。最大加速でラグランジュ3に向かいます。いや、これ怖いわ。了解しました。マジで怖いよ、こういうの。敵さん、どういうつもりだ。こっちにも軍が展開していることを告げ、新型の性能も惜しみなく示す、うん、牽制と警告よ。オーライザーがますます必要になってきたな。ええ、ぐいな。マネキンの用途、間違いない、うん、あの新型のパイロットはイノベーターだ。こっちだね。レーダーを掌握している彼ならできる。 GN フィールドを使う機体を開発することも。そしてディエリア、どうかした？そっちだな。彼の存在をなぜ伝えない、迷っているのか。なぜ？僕は言ったら変な話になるのか。イオリアの計画と矛盾というか、矛盾通りなく進んでおります。細かいがすごいもんな。次第報告せよ、私が直接指揮を取る。了解いたしました。ほう、こっちはこっちで。統一政府にあだなす者どもよ。あららら、これからお前たちが受けるのは天からの雷、神の裁きだ。天の光、光、やっぱろくでもねえな。希望もクソもねえ。希望の光だろ、普通は。絶望の光降らすなや。マジで。あー、やだねえ。ハッチオープン。やだねったら、やだねえ。レーザーセンサー、トレミーと同調中です。かっこいいね。なんかこういうのクールだよね。隠れ家感がすごいよな。いつかこういった時代来んのかな、こういったところに何か作るみたいな。トレミー、タッチダウン、3。まあ、手取り早いよね。地盤もちゃんとしとるし。固定用は接続開始。ちゃんとぐるぐる回ってるだろうね、軌道に沿って。知らんけど。じゃなくて、あさっての方向まで行っちゃうで。大丈夫、そこらへん。俺、あんま宇宙詳しくねえからよ。よう、待っとったぞ、お前ら。どう？パワーに聞こえたわ。パパはね。パパ、ママ、パワー。元気にしてた？もちろんです。おう。今、
ママって言わなかった？言ったな。言った。ということは、そうか、あんたは初めてのやつもいたな。おう、足の嫁だ。俺も初めてや。インドバスティです。インドバスティ、犯罪ですよ。若い、犯罪ですよ。私、あ、確かに足の嫁だ。若い、インドバスティです。インドバスティ、犯罪ですよ。詐欺ですよ。冗談はそれくらいにして。冗談って。トレミとガンダムの補給と回収を。どっちが冗談？何があった？この中域に。いや、すごいな。若い姉ちゃんゲット。このカムフラージュは完璧だと思うな。夢があるな。バカ。ですが、これがワンピースか。補給と整備には最短で5日を要します。あなたは？見かけない顔だな。はじめまして。活動再開と同時にソレスタルビーイングにスカウトされたアニューリターナーです。スカウト？一体誰が？ワン・リューミンに紹介された。出た！アニューはすごいぞ。宇宙物理学、モビルスーツ工学、再生治療の権威で、操船技術や料理に長け、おまけに美人だ。どうだ、なかなかの逸材だろ。これはやばいな。よろしくお願いします。てれ、かわいいかて、かわいいかて、怖いわ。行けなかった。ところ変わって、ツイール王室が階段に応じたらしい。そうか、やってくれたか、うん、階段に私が行こう。ここの指揮は任せる。承知しました。念のため護衛を連れてってください。罠じゃなきゃいいけど、うん、そうしよう。これ赤い車。ねえ姫様。何？スイールをやられちゃうって本当？コナンじゃねえか、ふざけんなよ。姫様のお手を煩わせないの？ゲンタ風のコナンだな。この子スイール出身で不安がっているんです。もう会話が一切入ってこんかったわ。スイールをやられちゃうって本当？姫様のお手を煩わせないの。すみません、この子スイール出身で不安がっているんです。シュってなんか打ちそうだわ。どうしてみんな仲良くしないの？そうよね、私もそう思うわ。だから仲良くする方法を考えないと。ゲンタ風コナン、一緒にご飯を食べればいいよ。ゲンタロのやっぱり、それは素敵ね。でしょ、うん、他にはどうしたらいいと思う？おう、みんなで遊んだり、歌を歌ったり。そうね、あ、宝物を見せ合ったり、うん、それからね、宝物を見せ合う。いや、それ結構重要だな。宝物、資源とも取れる。互いに見せるもの見せるからこそ。この機体には全員ドライブの制御機能が搭載されているわ。守りたいから争いが起きる。ね、うん、気になる。来た。これがオーライザー。この機体にはツインドライブの制御機能が搭載されているわ。トランザムの増幅機能もね。あっちの機体は。おお、すごいね。パワーアップするね。アリオス用の支援機、ガンアーチャーです。ガンアーチャー。テストを始めるぞ、セスナ。了解。これでパワーアップするね。こんな大規模な基地があるなんて。セスナはもうあからさまにだけどね。安定させてトランザムも進化して。どうかしました。ステイサムになる。ジェイソンステイサム。どうしていいかわからないんです。僕のせいで多くの人が命を落とした。そうだよ。その償いはしなきゃいけない。でも戦うことなんて、人を殺すことなんて、僕にはとてもできないのが当たり前です。Yes。でも何かしないと、自分にできること。何か。責任を感じてんだな。聞いていいですか？何です？あなたはこれからも彼らと一緒にいるつもりですか？ええ。アレリアがここにいる限りは。ああ、素晴らしい。よかった。戦いに巻き込まれても。聞けて安心。私は軍人でしたし。そういう覚悟もできているつもりです。それにもう決めたから。望まぬ軍人だがな。私に何があってもアレルヤから離れないと。羨ましいな。羨ましいな。僕にもそう思える人がいて、もし再会することが。同じ軍人。二度と離れないって思ってて、でもなんだか不安で。クソ展開にしかなりそうにねえな。いやー、もうえぐいな。僕にもそう思える人がいて、もし再会することがあったら、二度と離れないって思ってて、うわー、なんだか不安で、無性に不安。きつ。あー、あかんですな。いや、全部が強そうだな。宇宙空間でランデブーしての人員補充。ねえ、さらに新型まで。大佐、新型俺にもくださいよ、新型。うるさい。大佐、うるさい。まさか君までアローズに入ってくるとは。どういう風の吹き回しだい。おお、無口なのは相変わらずか。全員来てるな。メメントモリを動かす。メメントモリを。そうですか、リボンズはついにメメントモリの使用。これで中東計画は加速し、人類の意思が統一されていくことになる。メメントモリ。統一？確一の間違いじゃないのかい？おー、いや、統一だよ。僕らの元に集まってくるという意味ではね。確一はメメントモリの支配的な協力。そういうこと。感謝しているよ。違うかな。違ったらごめんなさい。イノベーターの作り出す未来に。で、協力してんだ。ワンちゃん不思議だな。何してんだい？おー。ユー。おー。おう、恨み。ミファミーとヒュハンニーノ。アオ、あんたがニーニーズ。ニーニーズ。そうか、どこかで見たことがあると思ったら、あの時のジョーちゃんがめっきり女らしくなっちまって。あんた。
いやーサーシェス俺とやり合う気か。やめとけよ。かっこいいなってきながら、せっかく拾った命散らすことになるぜ。このチャラさみたいなのはね、なんか何なんだろう、リアルな怖さなんだよな。一匹狼感やべえやつ。おお、ドッキング完了です。各部接続かっこいいです。よし、セスだ。オーライザーの制御システムをテストする。トランザムを始動させるぞ。了解。あの紫姉ちゃんがこっちについてるのがまた不思議なんだよな。リボンズの友達やろ、よっぽど。おー、メメントモリ。あー、やはりこれか。あー、会議してるところに上からマリコ。あー、終わった。操作形態変形終了。電力供給 98% 出力。デュエルマスターズにこんなのあったやろ、なんか光のカードで。操作出力部、問題ありません。順調、操作準備完了いたしました。あー、終わった。よし、カウントダウンを始めろ。おう、カウントダウン開始。やば。カウント10 9。言いつけ通り探し回ってみたが、それらしいのはいなかったぜ大将。そうかい、ならいいんだ。手間をかけたね。俺のクライアントは大将だ。好きに使ってくれていい。お詫びのつもりというのもなんだけど、君も見ていくといい。うわ、なんだい。きっと楽しめると思うよ。トランザム開始まで。こいつら怖えな。8 7 6。うわ、カウントダウンが。4。あー、カウントダウンが。1。操作開始します。ぐわー、終わった。これは一体やばすぎやろこれ。えぐっ。でこの入りがまたすごいかっこいいんだよな。えぐいな。で遅れながら僕はあの曲を聴きましたけどもね、すごいいい曲ですな本当に。なんか YouTube できるね、あのまま流しちゃうとあれなんで今止めないといけないんだけども、なんともこのままも聴いて、あーでも入り込みたいわ本当に。いや、やばいなあれは。ピンポイントでどこでも打てますな。どうなることやら。トランザム開始まで5 4 3。でこっちのカウントダウンに戻る。せつだ。了解、トランザム始動。どう、かっこよ、かっこよ。でパワーアップしてるもんな。高位SEです。粒子生産量、粒子放出量ともに上昇。通常時の 180% を超えました。さらに上昇。バケモンだ。え、230 260。これはやばくね。 290% を突破。何、理論的限界値を超えます。マジで。イボリアが予言したツインドライブの真の力だというのか。全然今までなんてことないやん。今までですげえと思ったけど。頭が。おお。なんだこの感触は。この光はまさか。ああ、え、え、え、はあ、逃げてください。大佐、大佐で分かるの。よしが、こっちに向かって加速してきやがる。ったく、おちおち寝てもいらんねえぜ。マジで。ハレルヤー、ハレルヤー。俺一瞬ちょっとあのルイスが食らった攻撃的なものなのかななんて一瞬ね、色とか考えて思ったんですけども、そういうものではないですね。で、あれの影響、あれの影響でこっちに影響が出てんの、それともそのトランザム。でもトランザムマックスと関係ねえもんな、全くもって関係ないから。あの攻撃の影響で、ハレルヤ。まあまあまあ、いいことということで。いやー、でもやばいな、セルゲイさん。サラリシャス食らうかもしらんわ。はい、ちょっと思うところただありきりでございますけども、今回はこんな感じで最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。See you next time!